お祓い後に、須賀神社を出発中休み場所での余興。須賀神社大祭は、愛知県岡崎市、菓山町で行われている、須賀神社の祭り。菓山の出し祭りとも呼ばれ、市の無形民族文化財に指定されている。古伝によれば起源は、江戸時代とされ、1875年の祭礼期に、当時の様子が記されている。旧暦6月の祇園祭としても用されていたが、 明治末期より4月14日となり、近年は4月第2日曜日に実施されている。かつては収納庫がなく、出汁は解体して、須賀神社の舞台に収めてあったが、1893年の火事により、舞台が消失し、すべての出汁が怪人と返した。現在の4台の出汁は1895年以降に、築造、あるいは買い入れられたものである。現在、 氏子は6組で構成される。原と、宮北市、川瀬と、中、小野と、新居屋というように2組で3年ごとに年番を務める。1982年1月8日、神社に格納されている、祭礼出しと祭り林が、ぬかた町の無形民族文化財に指定された。2017年は4月9日に開催された。前日、出し、 新予都御の折り返し地点である新名宮において舞台を設置する。また、餅と歌詞の準備も行う。当日、朝8時より年番組が新名宮、須賀神社の順に上り立てをする。11時30分、出汁のお祓い後、年番組を先頭に、宮出となる。4台の出汁に続き、お手道具、みこしと続く。13時ごろ、サロの辻にて中休み。 ここで川瀬組と宮北氏組が合体した花組と合流する。花組はジャらぼこ社で参加。中休み場所で披露される様々な余興を楽しみ、14時ごろ新名宮に向けて出発。新名宮では年番を務める二組がそれぞれ特設舞台においてお囃子を披露する。これをご将覧という。来た道をそのまま戻り、須賀神社到着後。 宮入りのサインである、合法花火が上がり、持ち投げが振る舞われる。ありがとうございます。